Hello, Stupid Music. We are NMB48. Is this love?はい、私は初めての海外だったので、こうやって海外の皆さんに会いに行けるっていう喜びもありましたし、香港の皆さんに会いに行けるっていうことがすごく嬉しかったです。香港に行けると聞いた時は、今までずっと応援してくださっていた香港のファンの人の顔がパッと頭に浮かびました。で、実際に昨日香港に着いた瞬間にお出迎えしてずっと待ってくださっていたので、それもすごく嬉しかったです。はい、私もこうして香港のファンの皆さんに実際に香港に行ってパフォーマンスをするということが初めてだったので、こうやっと香港のファンの皆さんの前でパフォーマンスできるっていう喜びがすごくて、やっぱ普段はナンバで活動してる分、香港のファンの皆さんもなかなか会いに来るのが大変だと思うので、こうして私たちから会いに行けたことが本当に嬉しかったです。私はなんかオーディションの時ものすごく自信があったので、絶対受かるって思ってました。すごい。でもだからここにいるんだよね、うん、はい、まあ、その自信がこうオーディションでも緊張せずに自分なら大丈夫ってい う, もう自信を持って堂々とこう審査に挑めたので、今こうして合格することができて、こうやって香港の皆さんに会いに来ることもできてますし、こうして NMB48 のメンバーとして活動で できているんじゃないかなって思っています。そうですね、本格的にそのダンスの先生から直接ダンスを教わる期間があったんですけど、あんまりダンスっていうのをそのものを経験したことが少なかったので、やっぱり最初はみんなについていくことに必死で、なんか表情とかも多分固まっていたと思うんですけど、最終審査ではやっぱりたくさん練習してきた分絶対に合格したいという気持ちがあったので、笑顔であの時はパフォーマンスできた記憶があります。1曲目に365日の紙飛行機を歌わせていただいたんですけど、ちょうど1年前にジャカルタで、フェスに出させていただいた時にこの365日を歌って、皆さんが一緒に合唱してくださって、それがすごく嬉しくて、香港でも歌えたらいいなと思って歌わせていただきました。そしてその後は、ナギーチと僕らのユリイカと新曲のこれが愛なのかを歌わせていただきました。はい、香港のファンの方がすごく夜景をおすすめしてくださっていて、その印象がすごく大きかったので、来た時にこう車の中から夜景がこうバーッと広がっているのを見て、あ、これがファンの方が言ってた夜景かと思って、すごく嬉しい気持ちになりました。香港のファンの方はこうイベント握手会とか48グループはさせていただいてるんですけど、そういう直接会ってお話しする際はすごい感情が豊かというか、大きくリアクションしてくださるんですけど、この今回ライブさせていただいた時はすごい私たちのことを温かく見守ってくださるというか、すごい優しい視線を送ってくださってて、私たちも安心してパフォーマンスすることができました。またこうして香港でライブとかさせていただける機会があれば、もっと香港の皆さんも一緒にこう掛け声出したりとかして一緒に楽しめるようなライブもしてみたいなって思いました。はい、この曲は NMB48 の最新シングルで、最新シングルとなっていて、私たち2人がダブルセンターとして歌わせていただいています。ミュージックビデオも10代の私たちにちょっと合わせてくださったのかなって感じられるような、こう
衣装だったりとか学校とかでの撮影だったりとかなので、またぜひ YouTube とかにもミュージックビデオが公開されているので、皆さんに見ていただけたらなと思っています。今のところその予定はないんですが、今回香港のファンの皆さんの前でパフォーマンスできた時に皆さんの表情を見て、またこの表情が引き出せるように私たちが会いに行けたらいいなってすごく思いました。また機会があればツアーなどを通して香港の皆さんの前でパフォーマンスできたらいいなと思っていますので、どれくらい時間がかかるかわからないんですが、それまで待っていてもらえたらすごく嬉しいです。以上 NMB48 でした。